さあではトランスフォーマーの秘密という話を。はいはい、トランスフォーマーの秘密はですね、ええ、マルティヘッドアテンション。でマルティヘッドは、まあ、たとたくさんの頭ね、ええええで、アテンション、注意という機構なんですよ。はいはい、この中で、ね、マルティヘッドは、まあ、置いといて、アテンションという部分が重要なんだよお<ー>で。アテンションと、まあ、日本語で言ったら注意。注意って何やねってことですが、これはまあ、 いわゆる心理的な注意と心理学的なね。それから人工知能の注意が同じものなんか違うものかというのは議論があるところね。そうなんですか。全然違うと思ってました。心理学的な注意は注意は分かりません。私は注意をすると。例えば、今私がですね、例えばスマホに注意を払うと。こ,これを見て他のもの見ないことでしょ。 はいはいね、これに注意を払うわけですよ。はい、で実は人間もね、ひ人の顔を見るときにですね、えー、実は全体は見てないので、ね<ー>ね、これね、目に注意をいくするんですよ、えーで。例えばね、こっち側の目を注意するの。その次にこっちの目を注意するす。ははい、はい その次口に注意するんですよ。はい,はい。で、次にこう言って、こう言って、こう言って、ね、こう、これ、殺菌度っていうんですかね。パパパパと飛ぶの。だからね、全体を見てるわけじゃないのよ。ね。注意がこう飛ぶ、<ー>飛び回るんですよ。ねえねえこれがまあ人間の注意ね。ね<え>で、人工知能の注意って何やねんんとね、この言語における注意って何ですかってね。ね 例えば、何かある文章を書いて、私は橋を渡りますって。まあ、こういう文章があったとするでしょ。はい、私っていうのがどこを注意してるかって言うね。私は橋を渡りますって言った時に、私はまず橋に注意がいくと、はい、渡るっていうところに注意がいたりするんだよ。はい、今のは短いからあんまりあるやけど、長い文章で。 例えばこんな文章が書いてあったとけど The animal did not cross the road because it was tired, too tired.Animal、oh、did not cross the road.Animal が、道路を横切らなかった because it was too tired. それが非常に疲れていたから。とこの it が何を指すかって言うんですよね常識的に言ったら この一頭はアニマルなんですよ。その動物が疲れておったので、道路を渡れなかった。はい。でも、この一頭はロードかもしれません道路が疲れておった。道路が疲れておったって何やねんって話になるから、<ー>人間は常識的にこの一頭は動物を指すと思うわけよ、うん。でね現、アテンションというのはこの一頭がどこをアテンドしているか、注意を払っているかというんですよ。で、この一頭がアニマルジアニ、ジーとアニマルに注意を払う。 うん、のとロードに注意を払うとこの2つがあってどっちが強いかっていうのが計算で決まるんですよ。うん、だから意味、だから今言った注意という意味はね、この文章における注意はこの単語と単語の間の関係性なんですよ <laughs> いや。だからその人間の心理的な注意とこの今の言語学的な注意は同じものなのか違うのかという観点に関して、 実は、この前、渡辺先生は、それは違うとおっしゃったわけよ。ところが、2年前にシミュラリティサロンで講演された浅川先生は、同じもんだとおっしゃったわけよ。浅川先生はその時に自然言語書の話をされたんですよ。だからその時にトランスフォーマーの話をされたんですよ。おお、そうですか。気づいてなかった。 忘れてたでしょ。その時はからあんまり関心がなかったかも,<や>かもしれません。いや、正直言って、僕も忘れてたんあむつ難しかったんですね、多分ね。その時ね。でね、それで僕はね、あのー、安田さんに頼んで、その時の、ね、<ー>動画を送ってもらったんや。お<ー>で、見直したわけ。そしたらそ、そこで、 浅川先生何とおっしゃってたかって言ったら、私の講義はいろいろ言って、まあ、全部忘れるかもしれんが、一つだけ覚えて家に持って帰ってくださいって。ええ、それは注意ですって。お<ー>テイクホームメッセージというの、ね、英語で、ね。え、何ですかテイクホームメッセージ。家に持って帰るメッセージ。先生はお持ち帰りメッセージって訳されて、えー、お持ち帰りメッセージは注意ですとおっしゃって、ね いやそれはそのアテンションの意味での注意そうなん,いやなんで、ね、だから、浅川先生は、ええ、その人工知能的な注意と人間の,あの神経科学的な注意は同じだとおっしゃった。おお一見違いますけどね。人間の注意どちらかというと、視覚的、空間的なイメージがしますけどね。いや、いやいや、同じなの。今の言語的なちアテンション、注意ね。ええ、これはね、 こんなものを適用できるのは写真があるでしょ。ええ、この写真で、まあ、例えば真ん中に犬が写っておいてね。で、この犬が雪の上におると、ハスキー犬の絵が見えてんだけど、うん、これがね、ハスキー犬であるということはどうしてわかるかって言ったときに、犬の顔を見て、あのハスキー犬得意の顔を見て、ええ、そこに注意を置くわけですよ。ねあのか,か 雪に注意が行くのか、あるいは毛並みに注意が行くのか、人工知能にそれをやらせると、注意はどこに行ってるかって言ったら目に行ってるんですよ。<ー>ハスキー犬の目って特徴的じゃないですか。<ー>いやだから何が言いたいかって言と人工知能の注意も人間の注意も同じだってことですよ。そうかいやだからこの注意のメカニズム、ねこれは 2017年初めて出たんじゃなくて、もうちょっと前から出てたんだけど、それが大々的に世の中に出たのが2017年のその論文。その論文の題がね、Attention is all you need という題だ、ね。えっと、それはトランスフォーマーじゃないんですね。トランスフォーマーより前なんです、まあまあ、いやいやいや、トランスフォーマーというアクティク提案した論文の題の話を。おー そうなんですね。だから、<で>トランスフォーマーイコール、アテンションだと。で、アテンション is all you need と<ー>これビートルズの歌から来てるわけですよ。あー、ラブ a l l you need is love. そう。で、アメリカ人ってね、はい、その辺、すごく好きだからね。えー、<で>そういう言葉を引っ掛けるわけですね。トランスフォーマーもそうじゃないですか。あれ、日本製のおもちゃでしょ。あ、そうなんですか。そうなんですよあ変身合体ロボみたいなやつですか 日本で売り出されて、それがアメリカで評判になって映画になったじゃないですか。ええ、その話ですかなんか男の子向けのおもちゃの話ですかで、アメリカで巨大ロボの映画になったわけじゃないですか。ああ、そのトランスフォーマーの元の心っていうのは、そのおもちゃだったっていうことですかそうなんですよ あそうなんですか。だってね、だってね、えー、トランスフォーマーチ人口の何するもんかって言ったらね、えー、翻訳機なんですよ、えーね。英語、ドイツ語に翻訳するもん。えーえー、なら、翻訳機ってトランスレーターじゃないですか。そう名付けないってトランスフォーマーと名付けたわけや、えーね。トランスフォーマーっての、ね、は、ねまあ、日本語で言ったらトランス、ね、変圧機じゃないですか。例えば。でも変身という意味があるわけでしょ。お だから変身合体ロボみたいなもんじゃないですか。<ー>だからトランスフォーマーという名前はその日本のアントランスフォーマーから来てるんです。なるほど。で何でしたっけいやだからその,アテ,のアテンション。アテンション is all you need っていうのとか、<laughs> とかこれはビートルズで、ええ、トランスフォーマーっていうのは日本製のおもちゃで、ええ、いやだからアメリカ人の論文はなかなかジョークが多いねという話ああ、でもですね。なんかアーニーとかバートも。 あバートもそう、うん。バートっていうのはセサミストリート。セサミストリキャラクターですね。だからね、こんな話が入ってって、GPT もね、もうちょっとね、マシな名前にしておけばもっと売れたうだから、バートみたいにね。<laughs> ドラえもんぐらいにしておいてほしかったですね。<laughs> でもそれは日本だけで分かって。でかっ日本アニメはもう非常にね、 世界で今もう腕に売れてますからね。だから GPD じゃなくてゴジラが何か一つぐらいかって。ゴジラね。<laughs> そうか。ゴジラは日本発だけどね、アメリカでも有名でしょああそうですね。で先生、アテンションの話もう大体あれなんですかいやだからアテンションという概念が、まあね、だから人工知能と心理学でまあ共通しておると。で、このアテンションという概念が人工知能に、えーうん、使ったおかげでですね、 これが人間、ね、根人口の人,工知能が人間、生の人知能を獲得するインターチいうのがこのアテンションメカニズムであろうと。だからすごいことあの。最初名前つけた人が偉かったんですね。割とその聞こう,聞こうっていうか、翻訳の時にこうなんかそういうアテンションが必要だなと思ったわけですよね、きっとね。言葉と言葉をこう並べ替える時に、ある言葉にこう注意を向けていきながら翻訳していくという意味でうん、うん、 割といろんな言葉の中からアテンションという言葉を選んだんだと思いますけども多分ね、これがそこまあかりませんが、えー、この自然言語処理のマシンがなんか全ての知能の中枢ではないかと言われるときにそ,<う>その中でアテンションの果たす割割役割というのは実は人間のアテンションとなんか似,、うん、似てる類似性があるんじゃないかというふうに考えているのはみんななんですかでででどううしょうでも,でもね 日本人でそれを分かってる人は少ないやろね。で、アメリカでは今、まあね、すごいブームになってるから、面白いですね。ええ、いや、だからね、日本はね、周回遅れじゃないかって気がするんよ。ああ、なるほどね。ちょっと頑張らなきませんね。うん、<laughs> うん、はい。いいだからこれをね、聞いてる人で、ええ、若い人で、 じゃあやってやろう、俺がやってやろうじゃないかと思う人が出てくればいい、えー。若い人はこの分野やるべきですよね。えー、やっぱ一番面白い分野だと思いますね。いや、まさにその通り。えー、僕はね、えー、僕は物理学者ですよで、えーで。宇宙物理学者ですよ。えー、でもね、21世紀で最大の問題は何かって、まあ、前から言われてた問題はね、宇宙の起源と生命の起源と、えー、それから、まあまあ、知能の起源、まあ、意識の起源でもいいよね。えーえー で、でまあ、宇宙物理学者だから一番重要な問題は宇宙の起源だと言いたいんだけど、はい、人間世界に及ぼす影響から言えば、この知能の起源、意識の、まあ、知能の起源が一番重要。だから、うん、あるいは図の人間の脳の秘密、うん、謎、これを解明するのがね、21世紀最大の。 課題だと僕は思うのよ。でなんでかって言ったら影響力が甚大なの。つまり人間の脳の秘密を解明すればですね、ね汎用人工知能ができると。でそしたらそれはねそれが超知能に進化するのあっちゅう間ですよ。うん、こんなお金と投じればしまいなんだから。でなら、ね、人類が変わるんですよ。うん、それは超人類に移行する可能性があるわけうん、うん、ね で、塚本先生が細胞群になれる可能性もあるわけです。で、細胞群になってですね、超中脳と合体する合体ロボみたいね。だからに、体は人間だけど、頭は超中脳だって、まあ、そういうふうになりたいわけじゃないですか。うん、だからねいや、これは巨大なこ人類史、まれに見るね、大変革ですよね。だから学者、物理学者としてはね、 なも、宇宙物理学者として、宇宙の研究なんかしてる場合、アイアあるよね。<laughs> <laughs> まあ、頑張りましょう。うん、ちょっと,っと。はい